144プレイスとジャマイカアベニューの交差点に位置する BMT の変電所アーチャーアベニュー線はニューヨーク市クイーンズ区ジャマイカ地区ジャマイカセンターパーソンズアーチャー駅と同地区サトフィンブルバードアーチャーアベニュー JFK エアポート駅及びジャマイカバンウィック駅を結ぶニューヨーク市地下鉄の路線で主にアーチャーアベニューの下を通っている メトロポリタントランスポーテーションオーソリティの1968年の拡大計画の一環として1988年12月11日に開通した。路線は起点から終点まで全線にわたりに層式になっており、上層は IND クイーンズブールバード線からの E 系統が、下層は BMT ジャマイカ線からの J 系統と Z 系統が運行されている。この2層は 線路がつながっておらず、無線周波数なども異なるため、B2 ディビジョンアーチャーアーベニュー線と B1 ディビジョンアーチャーアーベニュー線の2つの別々の路線として扱われている。アーチャーアーベニュー線は以下の系統が走行している。路線は北端のジャマイカセンター、パーソンズ、アーチャー駅が起点となっている。ここから2層で路線は伸びており、各層はそれぞれ伏線になっている。 ジャマイカセンター、パーソンズ、アーチャー駅を出ると路線は、アーチャーアベニューの下を道なりに進み、サットフィンブールバード、アーチャーアベニュー、JFK エアポート駅に入る。駅では、ロングアイランド鉄道とエアトレイン JFK に乗り換えることができる。サットフィンブールバード、アーチャーアベニュー、JFK エアポート駅を出ると、アーチャーアベニューとバムウィック高速道路の交差部まで2層で、 走行後、路線は二手に分かれる。BMT の仮想線は、交差部から西へ抜け、ロングアイランド鉄道線と、並行するように北西へ、緩やかにカーブを描きながら進み、89番街付近から地上へ出て、高架線となり、ジャマイカアベニューと130丁目の交差点から、ジャマイカアベニューの上を西へ向かい、BMT ジャマイカ線の121丁目駅に入る。 IND の上層線は、交差部から機体進路を変え、バンウィック高速道路の下を通りジャマイカアベニューとの交差部で、ジャマイカバンウィック駅に入る。ジャマイカバンウィック駅を出て、すぐ、ヒルサイドアベニューとの交差部で、IND クイーンズブールバード線ジャマイカ -179 丁目駅からの複々線が合流し、同線ブライアーウッド駅に入る。ジャマイカセンター、パーソンズ、アーチャー駅は、 IND、IN BMT 側の両方に将来の延伸構想があったため終点駅ではなく途中駅という扱いで建設された。仮想の BMT 側の線路は駅を越え160丁目との交差点で車止めにより途切れている。将来的にはロングアイランド鉄道本線のホリス駅付近まで延伸し、190丁目ホリースアベニュー駅を終点とする予定であった。 上層の IND 側の線路は160丁目との交差点で南に曲がり160丁目の下を通り車止めにより途切れている。こちらはスプリングフィールドブールバードまたはローズデールへ延伸する予定であった。現在この線路は車両の留置に使われている。アーチャーアベニューを通る地下鉄は1920年代から1930年代へ かけての IND 第2路線網の下で IND クイーンズブールバード線の延伸として構想されていた。この計画ではバンウィックブールバード駅の南でクイーンズブールバード線から南へ分岐する線路が計画されバンウィック高速道路の下を通ることとなっていた。延伸を容易にするために2つの追加の線路を備えたベルマウスが分岐予定部分に建設されたが延伸自体は 資金不足のために行われなかった。現在のアーチャーアーベニュー線は1960年代にまたにより計画された。この計画では、以前の計画と同じくブールバード線から分岐し、ロングアイランド鉄道アトランティック支線沿いに延伸するものと BMT ジャマイカ線の121丁目より、東側168丁目駅までの区間を廃止し、 アーチャーアーベニュー線に乗り入れるものの2路線が計画され、この2線は途中で合流することとなる。なお、ブールバード線側からの線路は、以前の計画で建設されていた、ベルマウスから伸ばされた。アーチャーアーベニュー線建設とジャマイカ線121丁目駅等の高架線撤去は、ジャマイカ地区の都市再生計画の一環であった。また、ロングアイランド鉄道アトランティック支線と連携し、 建設される予定であった、ヨーク大学キャンパスの建設も含まれていた。上層の IND 側は、ロングアイランド鉄道アトランティック支線に並行する、形で延伸する予定であった。アトランティック支線の既存駅である、ローカストマナー駅とローレルトミ駅に停車後、サットフィンブールバード、パーソンズブールバード、リンデンブールバード、ベースリーブールバード、 スプリングフィールドブールバードに停車することとなっていた。また、仮想の BMT 側の路線は、アーチャーアベニューを東へ向かい、ロングアイランド鉄道本線、ホリス駅付近の190丁目、ホリースアベニュー駅まで延伸する予定であった。しかし、これらの延伸計画は、資金的問題などから頓挫している。アーチャーアベニューの地下鉄の建設は、 1973年10月23日に、アーチャーアベニューのすぐ南にある159丁目と、ビーバーロードの交差点付近から始まり、路線は1980年か1981年までに開業すると予想された。1977年9月10日、ジャマイカ線、クイーンズブールバード駅から169丁目駅間が廃止された。 ジャマイカ線とアーチャーアベニュー線の間の最初のトンネルは1977年10月に掘削が開始された。1977年12月には2番目のトンネルの掘削を開始した。1979年10月には1300フィートのトンネルが掘削されアーチャーアベニュー線とクイーンズブールバード線とが結ばれた。この区間ではジャマイカバンウィック駅の建設も行われた。 路線の大部分は改削工法で建設され、一部区間はシールド工法で建設された。1980年10月、または予算不足と既存の地下鉄路線が老朽化し、改装の必要性が出てきたために、アーチャーアベニュー線の建設を中断することを検討した。 もともと1980年に開業予定であったが1970年代後半には1983年、1985年、1986年と、どんどんと開業予定年度が伸ばされていった。1981年には、資金不足のためまたの新しい地下鉄を呼びバスの計画はすべて中止されたが、地下鉄63丁目線とアーチャーアベニュー線はすでに、 建設されていたため建設を続行することが認められた。1982年3月5日にアーチャーアベニューと138丁目の交差点付近でトンネルが崩壊し、一人が死亡、3人が怪我をした。この事故の影響で同月に建設は一時的に中止された。連邦都市大量輸送局が遅延やコンディションの不一致。 コンクリートの品質の粗悪さやトンネルの水漏れ、工事の不安などの理由で建設資金提供を避けたことや、1975年のニューヨーク市の財政危機も相まって路線はジャマイカセンター、パーソンズ、アーチャー駅止まりとされた。最終的に路線は1988年12月11日に開業し、当初予算の約5倍の費用がかかり、 路線総延長は2マイル程度と大幅に縮小された。路線内の駅は1968年に開業した57丁目駅以来の新駅で、かつ1956年の IND、ロッカウェイ線以来のクイーンズ区での新駅となっている。元のサービスプランでは G 系統と N 系統がアーチャーアベニュー線の上層に乗り入れ、E 系統と F 系統はブールバード線のターミナルである、 ジャマイカマイナス -179 丁目駅へ向かっていた。N 系統は1987年までブールバード線を走行していた。N 系統は平日にジャマイカセンター、パーソンズ、アーチャー駅コニーアイランド、スティルウェルアベニュー駅間を走り、G 系統はホレストヒルズマイナス -71 番街駅止まりとされた。週末はジャマイカセンター、パーソンズ、アーチャー駅、 スミスストリートマイナス9丁目駅間を走り、N 系統は57丁目から7番街駅、または、ホレストヒルズマイナス71番街駅止まりとされた。また、深夜には、ジャマイカセンター、パーソンズ、アーチャー駅バンウィックブールバード駅間の G 系統でのシャトル運転が予定されていた。1988年に開業した際には、より簡単なサービスプランで運行が開始された。 E 系統は、ジャマイカセンター、パーソンズ、アーチャー駅行き、会系統はジャマイカマイナス -179 丁目駅行き、クイーンズブルーバード線普通列車は、ホレストヒルズマイナス -71 番街駅止まりとなった。WEN、テンプレート、アタッチド KML、アーチャーアベニューラインズウィキデータにある、KML。ありがとうございます。